おはようございます。TEMS、テムズ、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。なんとか日本国民はコロナから解放されて、かつての日常に徐々に戻りつつあるのだろうか。コロナの影響で3密を避けるという工夫や、受付やレジの周囲にコロナよけのビニールを垂らすとか、数メートルの間隔を置いて列を作るとか、まだまだ影響下にある。お店やイベントの自粛も続いているようだ。テレビを見てる限りはいつも日本のやり方を非難するばかりで、対策にとても成功しているようではなかったが、いつの間にか、世界の中で日本は、感染者数も少なく、死者数も世界で最も低い。奇妙な話だが、日本は今回の武漢新型コロナ対策では最も成功した国とみなされ、マスコミも仕方なしにその世界の高評価を受け入れざるを得ないという状態になってきた。それでも、未だに PCR 検査をしなければと、お経のように唱えている。それがなければ、今後また襲ってくるだろう、と彼らが言う。2時、3時の波に準備できないと言っている。この PCR 検査、聞いていて、どうしても納得できないことが2つある。1つは、検査してすぐに、感染者との接触で、いつ陽性になるかわからないのに、なぜ検査数を増やそうとするのか。2つ目は、他のインフルエンザでは、患者数を調べないのに、なぜこの武漢ウイルスだけは、陽性者を見つけようとするのか。1億人以上もいる日本で全員を調べることなどできないのに、PCR 検査の精度からして2割、3割が間違った答えを出すとしてら、2〜3000万人以上が間違っているのでは意味がないではないか。かえって混乱のもと、普通病気は、どこか調子が悪いとなって、病院に行って、医師が見て、あなたはインフルエンザですね、とか、胃潰瘍ですね、とか判断して、それで病気を確定する。なぜコロナだけ、早く確定だけしようとするのか、理解できない。日本の今回の対策に関し、日本人の衛生意識が高い。前からマスクを使用していて、今回も自らマスクをしている。家に入るとき、靴を脱いで上がる。よく手を洗う習慣ができている。日本人は風呂好きで毎日入っている。道路や街並みが昔からゴミもないくらい綺麗。人との挨拶に握手したりハグしたりしない。ソーシャルディスタンスができている。日本人やアジア人は BCG を打っている。といろいろ挙げてくれているが、この上にもっと念を押すように、換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声の密接場面の3密を避けるように言われて、真面目に守る従順な国民性、暴れ出すのではなく、個人個人が考えて、その方が良いかなと、みんなが自分のこととして、むしろ率先してやっている。日本人にはそんなに難しくないことでも、多分他の国の人には受け入れにくいかもしれない。外国の新聞記者らが上に挙げたような理由を、今回の日本の成功の理由として、でもなんだか納得できないがということで、日本滞在の特派員らは、コロナによる死亡者数の少なさから仕方なしに認めざるを得なくて、日本はコントロールに成功した、奇妙なことだが、と書いている。そこで、全くの素人ながら、私は、マスクや3密を避けることは、自分としてはマスクは別に嫌いでもないので、OK だが、通勤電車の混み方を解消できないことから見ても、いずれも直接的ではないなと思っている。
いつも突拍子のないことを言う科学者の武田先生も言っていたが、むしろ日本の水洗トイレ、ウォシュレットの普及が感染のパンデミックを防いだと見ている。だからとうとうをはじめとするトイレの会社員の苦労話をいつも思い出し、きれいに快適なトイレが利用できる日本人であることに感謝している。それにもちろん、日本のどこでも豊富にきれいな水をいただけるための山の管理や水道局の人々、様々な人の結晶が、伝統が、この衛生的な日本を作り上げていると思うので、ここまで作り上げ維持してくれた様々な先人たちのご苦労、思いが、ウイルスに容易に負けない日本を作っているのではないかと感じています。以上です。ありがとうございました。リッスン 2VOAD。